はい、どうも皆さんこんにちは。福岡県篠栗町自在な整骨院の古田です。今日もですね、膝の痛みに関する役立つ情報というのをお伝えしていきますので、今日もよろしくお願いします。前回までの動画で膝の痛みと、上半身、膝の痛みがある方は上半身見ます、骨盤見ますとかですね、いろんなのをお伝えしました。で、前回で正しい姿勢とか正しい重心の位置とかっていう話までしたんですけれども、いい姿勢を作れば膝の痛みってですね、なくなってきます。歩く時の負担もかなり減るからですね、膝の関節をうまく使いやすくはなります。ただもう一個だけですね、ぜひ見落としてはいけないものがありますので、見逃してほしくないものがあるんですけども、足です。書いてますけど、足の状態、足首の状態っていうのもやっぱり重要になります。歩く時ですね、どうしてもこう床からの反力、床反力、衝撃、歩いてると地面からの衝撃っていうのは必ず足を通して最後膝だったりももだったり腰にだったりきます。でその最初の入り口の足首っていう状態が悪かったらやっぱり負担かかります。右手で歩いててもですね、はい、車でいうところのタイヤですよね。どれだけエンジンめちゃめちゃいいのにしたりとか、ボディピカピカに磨いてめっちゃかっこいいホイールもすごい性能のいいやつにしたりしても、結局タイヤがパンクしてたら走らないですよね。走り悪いです。なので足もですね、ぜひ膝の痛みある方チェックしてほしいんですけれども、足ですね、ちょっと模型で説明しますけれども、まず見てほしい内容がですね、いくつかあります。まずは横を見た時の、これは内くるぶしです。右足と思ってください。かかとで指先ですけれども、足があるうちのここアーチがあるかないかと言いますけれども、こう地面に乗っけた時にちゃんとかかとからこうつま先に行くまでにこうカーブを描いてますかと。これがなくて扁平足っていう方いますけども、アーチが潰れてる、ペタッと地面に対してついちゃってる方ですね、床からの衝撃をうまく分散して、このクッションとして本当は動いて働いてほしいとか、クッションがない状態なのでもろに膝に負担がかかってしまいますので、ちょっとアーチがあるかないかをぜひ確認してみてください。それと足ですね、指の動きちゃんと使えますか、グーチョキパーができますか。まずパーがしっかりと指開けるかどうかっていうのがですね、ぜひ皆さん見てください、ね、こういうところまで開けるのが本当なんですけども、やっぱり最近です と、例えば運転が多かったり、ギュッとした靴でですね普段過ごしている方、安全靴とかで仕事している方、特にですね気にしてほしいんですけども、足の動き悪かったらやっぱり膝に痛みきてしまいます、ね、なので、ぜひですね、このまずアーチがあるかどうか、アーチって横だけじゃなくて縦もですね、こう指をこう見た時にちゃんとこうですね、ここもカーブがあるかないかっていうのも非常に大事になってきます。でこれを解消するですね、普段からもうできる簡単なエクササイズっていうのも今からちょっとお伝えしたいと思います。足が動かせるかどうかで膝にかかっている負担もかなり変わりますので、ちょっと一緒にやってほしいんですけども、すみません、ちょっとお見苦しいかもしれないですけど、私ですね、実際足を使ってやりたいと思います。足の、指一本一本ですね、この動きをまず作り出したいと、アーチをしっかりですね、作りたい、プラス足にもですね関節があります、ですね、リスフラン関節っていうこの関節があったり、ショパール関節っていうですね、こういうのがあったりとかいろいろありますので、そこのですね関節も動き出すことで、この足もですね骨がたくさんついているので、これが一個一個が動くことでもっと柔軟性が増していい状態になります。やり方ですね、まず一つ、足をこう両方持ってですね、右手と左手で雑巾絞りをするみたいにこう前後にひねってください。グッグッと10回ぐらいですね、やるだけでも足に動きが出てきますので、歩くときにすごい使いやすい状態になります。しっかりとやること。ただ今からこれやるエクササイズですね、膝にもしもうこの時点で痛みが出てしまう方はちょっと控えてください。この姿勢がきついっていう方ですね、あぐらかくのがきついっていう方はちょっと控えましょう。で次は指、ね、ぜひ反対の手で持ってほしいんですけども、足の指一個一個に手を入れ指を入れて、こう握手するような感じで、こう前後に上下に曲げたり伸ばしたりを繰り返します。で奥にこう伸ばしている時にアーチが
できやすくなりますので、そこも意識しながらですね動かしてみてください。いける人はぜひ奥まで、水かきのとこまでしっかり指を入れてグッグッと動かすこともすごい大事です。5回ほどやればですね、あの足の指も広がりやすくなりますし、まあ、血流もあの良くなりますので、すごいいい運動です。アーチもできますしね。でもしこれ指入れるのすら痛いって人は、あの掴んでしっかりこう曲げ伸ばしをしてください。道具も何もいらないので、ちょっと膝の痛みがあって気になる方とか、ちょっと足の指のグーパーができない方ですね、ぜひこういうエクササイズを取り入れてもいいかと思いますので、今日から簡単ですのでやってみてください。もう5回もすればすごいこう足が軽くなると思います。これやった後に歩いてみると足の使いやすさってすごい実感すると思いますので、ぜひやってみてください。そしたら以上です。